あ、こんにちははい、初めましてよろしくお願いしますはい、ご丁寧にありがとうございます皆さんに伝えたいことがあるんですよね多分あの若者に特にそうです、はいお願いします私はですね青いブレスレット運動という運動を まあ運営と活動をしているものでして知人にこれこれさんのことをお伺いして青いブレスレット運動という運動があるよということをまあその他の方にも知っていただきたいと思い連絡させていただきましたこれは何なんですかねこれはちょっとセンシティブな内容なんですが自傷行為に関係する運動でして。ッットカットカとかかそっち系かとか ドーズとかあと無意識で例えば爪を噛んでしまうとか不足に走ってしまったりとかもあるんですが、はい、現在過去経験あった方や友人恋人家族大切な方が自称している方などそうでなくてもですねこの運動に共感してくださる方は左手に青いブレスレットをつけてくださいという運動です左手に青いブレスレットをつける、はい、でミサンガででももブレスレスットでも 時計でもヘアゴムでも、青系のものなら、何でもオッケーでして。それは、この運動に賛同してるという証拠でつけるってことなんですね。そうです。で、青いブレスレットの意味は、一人じゃないです。はあ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 。このブレスレットをつけて、自分と戦う人や。そんな人を理解してくれる人、応援してくれる味方がいるよ。だから、あなたは一人じゃないよ、という。 伝える運動です。ああ、そういうことか。えっと、リスク化している、まあ、そういうのは自傷行為してる人は右手につけるのかな。あ、違います。あの、<え>基本的にみんな左手につけます。でも、それだと。あのー、あれじゃないですか。はい、共感してる人。はい。もう、なんか、その、あ、この人自傷行為してるんだ。 で思われがちじゃないですか。まあそうですね。えー、自傷行為しているという証明ではないんですけど、あ,<ー>あの難しいのがあのー、例えば友達でも友人でも勇気を与える生き抜くというラバーバンドを今制作中なんですが、画像右手じゃねえかっておもろいんだけど。あのー、そういうとラバーバンドを見かけるだけでつけてるだけで勇気を与えるものになってくれればという思いでつけてもらえればって感じですね。そういうこと。なんか今画像を見たら右手についてたん、ね。

ただあの左手だけだと、どうしても傷が目立ってしまうとか、そういう、なので、足につけていただく方とか、バックにつけてもらう方とか、はい、で右手とかでも大丈夫ですよっていう意味で、絵を描いてくれている方とか、他のつけてらっしゃる方とかはいらっしゃいます。この青いブレスレットっていうのは、なんかそこら辺の100均とかで買えばいいってことなんですか、これは。そうです、はい。ヘアゴムとかでも全然、青いものでしたら何でも OK です。おでもなんか 今ちょっと思ったんですけど、自傷、はい、行為してる人がこれをつけて外に歩くと、自傷行為って結構隠したくないですか、普通に。隠したいですよね、そうですね、はいで。これをつけてしまうことによって、まあ、そのこれが、ね、もしめっちゃ広まったとしたら、ちょっとこう見たら、ああ、この人そういうことしてるんだみたいなとか、あとはしてない人。 がたまたまこの青いなんかものをつけてただけでしてるふうに見られてしまうみたいなはいはいはいあもう正直そういう言葉も結構いただきますねああですよねあの自分自身がつけてるように思われるのが嫌だっていう方も中にはいらっしゃるんですけどあのただ少人数マイノリティの方だとそうなってくると思うんですねあの、はい、勝手なこれは僕の考えではあるんですが、うん、ただこれが多くの人間がより増えれば増えるほど 共感してくれてるんだっていう勇気に変わると思ってるんですよ。はいはいはい。あの一人二人が例えばつけてたら、ああの人自称してんじゃないかな。って思うような運動ですけど、例えば十人中八割九割の人がつけてくれてたら。えー、あ、みんな共感してくれてるんだっていう運動になると思ってるんですね。それは八人九人全員。自称声してるんじゃねって思。っちゃう。<laughs> あ、そうなっちゃうとあれなんですけど。<laughs> まあ、そうですね。そこら辺ちょっと難しいところなんですけど。あとは反対。 運動とか撲滅運動ではなく孤独からの救済の運動なので実際、まあ、例えば、まあ、自傷行為を自分してるよって目立たせる運動ではないんですけどうんそのブレスレットを見ることによってあの自分の自制の力にもなると思ってるんですねちなみに青ければ何でもいいんですかねこれってはいラバーバンドとかミサンガとか時計でも何でも大丈夫ーなので ヘアゴムをつけてるからと言ってあこの人自称してるんだとはならないとは思ってるんですねちなみに何かあの過去のツイートを見るとなんか500円で売ってますもしかしてあ売ってます売ってます普通に販売もしてます普通に販売もしあこれ一人じゃないってやつですね、はい、あのメルカリではいあこれです、はい、このラバーバンドも500円で販売させていただいてますあなるほど これってちなみにお金額とかなんか寄付とかされる感じなんですかね。あの寄付っていうか、すべて運営資金に回させていただいてます。あ運営資金。はい。でクラウドファンディングとかも、ちょっと去年終わってしまったんですが。うん、あの第1回第2回って行わさせていただいて、ど、うん、ど、どんな運営をされてるんですかね。 基本的にはポスターを作って配布したりとか、あとボランティアの方から、うん、あの私の手元にブレスレットが届くことが多いんですね。皆さんに配ってくださいという形であの届くんですが、それをご希望の方に無料で送ってます。今もありますので,で ボランティアの方以外にも僕自分でちょっとミサンガを編んだりリボン付きヘアゴムっていうのを作ってるんですがそれをご希望の方には全て無料ですねお金を取ることはありませんあ<ー>あ今画像を見ていただいているのが、うん、ボランティアの方から送っていただいたブレスレットですじゃあこれがまあ,あの運営資金がここに当たっているってことねあそうですそうですあのどうしてもそのポスターをするのでも送料でも うんえー、新しいことを始めるにはお金がかかってしまいますので、うん、でラバーバンドなどをはあのうあの販売して、うん、その利益っていうのは、その送料とかに回させてていいただいてます結構クオリティ高めなパンフレットですねこれ普通にあ、これはポスターです、これちょっと以前のポスターで、先ほど見ていただいたあの縦書きのものが、現在のポスターになります、うん、この一番絞りは、これは,あこここれは宣伝です。<laughs> あの宣伝でツイッターのあれです。これって今どれくらいいるとかっていうのは詳しいですサドも1000人は超えてますね。おお、じゃあ結構なんかこれで何んていうのか？か送らさせていただいたのももう200人は超えてますね、はい。じゃあこういうので結構なんか助かってる人がいるみたいな感じなんですか？助かるって言い方はあれなんですけど、えー、救われた方がいるって思ってます。はい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 。一人じゃない。うん。はい。 あ、これは僕が作ってるホームページになります。はいはい、動画もあるんですね。ちょっと後で見ときます。はい。はい。うんうんうん、おいい。はいはい。わかりました。まあこういう運動もあるということでね。はい。はい。ということです皆さん。じゃあ興味がある方はね、まあちょっと一度覗いてみてください。 他に何かかちょっとと伝えたいここありますかねこの僕の声を聞いてくれてる方、まあ、たくさんの方いらっしゃると思うんですけど、うん、あの寂しい時とかあのどうしても自分を追い詰めてしまう時とか、うん、そういう時に、まあ、あの自分は一人じゃないんだとどうしても孤独感っていうのが一番の敵になると思うんですよね、えー、そんな時にこういう運動もあるよと友達とか自分自身に声をかけてあげてほしいなと思います。 ありがとうございました。はい、すいません、突然なのに。ありがとうございました。まあ、おのおのがね、青いものでやってるみたいです。はい、これは靴下だそうです。おのおのね、青いもので。えー、境界性パーソナリティ障害持ちのりょ両腕でリスカートだらけのものです。本当にこの突者の方無理です。うん、てか、どんだけ来んの腕のやつ。もうええって、これ。もうええから。さっきの突者もさ、 ポケモンには触れなかったけど、うん、他のには触れてたからね、画像。お前これ本当につけてけよ、明日からお前。マジで。で、お前の明日からのあだ名はゴージャスや。<laughs> レボリューション